9月29日の元気の時間は秋に多い食中毒。なぜこの時期に多いのか、そう思った方必見です。旬を迎える味覚に潜む食中毒のリスクとは。不思議ですよね。不思議だね、本当不思議だね。秋には陥りがちな3つの落とし穴が。お弁当を作る身としてはすごく勉強になりました。